だけどな、おかしいな、あれ今11時なんだけどな、おかしいな、ヒョンブ食堂のサムギョプサルが一番おかしいな、うますぎて。絶対アイドルやめないでほしい。なんか今日舞台見に行って自分も筋トレして体幹つけなきゃとか思ったのに、おかしいな。唐辛子も入れてジュジャンもつけてごま油つけちゃうし、おかしいな。飯にダンクしてるし、いつも青汁なのに、なんこんな飲んじゃって。今日も疲れ。甘すんげえ甘い。久しぶりに飲んだら、もやしを置いて、久々にニンニクも入れるか。ちょっとしょっぱくてうまい。終わってんな生活。知らねえ。キャンプはここの肉の下に玉ねぎが入ってるから、これも食べれてうまい。青唐辛子も入れて、もやしのこのちょっとピリ辛の人参のナムルも入れて、チョンガキムチも入れて、うめえ。一人暮らし最高。食べそう。これだろう。こっちもいい。こっちもいい。いい。これ単体で食べるとね、すんげえ脂っぽいのよ。単体はね、絶対無理。今、見てる韓国ドラマがあって。やべ、なんでこういう時に男の飲みの誘い来んだよ。もうニンニク食べちゃった。うー、めちゃくちゃ痛いやつ来た。どうしよう、ニンニク食べちゃった。うー、喫煙者じゃなくて非喫煙者なのにこんなことしちゃう。今じゃない。どうしよう。よ、6分前。やば、最悪最悪。しかもめちゃくちゃ食っちゃった飯。もう腹は引っ込めない。どうしよう。今から、今か、どうしよう。行きたい。行きたすぎる。行きたいけど臭い。臭い。もう臭い。ここ息が臭い。
充満して臭い。どうするべき？いや、だってもう結構な束のニンニク食べちゃったもん。もうどんだけケアしても無理よ。もうどんだけケアしてももうこの腹はへこませれんて。どうしたものか。11時、明日は昼から遊べちゃうんだよね。昼以降だよ、明日。夕方だよね。遊べちゃうんだよね。どうしよう。行くか。ここで行かなきゃ。人生終わりだ。行こう。ただすごく口が臭い。もう今日なんかそういう案件にも持ち込めない。もう絶対無理。もう絶対に勇気も出ない。もうしゃべりたくもない。マスクしていきたいもん。もうパジャマで行きたいもん。もう。うわ、マジかー言うて。髪もベトベトだわー言うて。今日オイリー髪にしちゃったからもう今日髪ベトベトですよーって。まあ、そこは100歩譲っていいとして。顔の先ちょっと取っちゃったのよ。もうアップね。ここマジ危ねえのよ。ここの棚が。ここの棚すんげえ、なんかすんげえ危ねえ絶妙な位置にあって、もう2回落としてんの、ここで。1回はお母さんがいる時に落として、もうお母さん、OK! って言いながら、だったんですけど、ちょっとどうしよう、マジで。いや、こう逃すのも大事よね、女として。逃すっていうのもなんかちょっとかっこいいよね。別にそんなまんまと乗らないみたいな。そう、簡単に会えない女演じるみたいなのもかっこいいよね。全然あるんだけどね。こんなテンションのやつ来たらキモいよね、でも。どうしよう、静かにもできない。肌のツヤだけはいい、今日。なんでだよ。口臭すぎる。どうする、マジどうする、緊急会議。これ今緊急で動画で回してるんですけど、ニンニク食べた後に、なんかちょっと、気になってはないけど、なんかもう、なんかその辺のなんか、野良のイケメンがいるよっていう連絡が来ちゃった時どうする？行くよね。80% が行くと答えました。頭どうしよう。いやー、どうするマジで。結構これ、案件だね、これ。結構案件。決めれない。行かないこと選びそう。なぜなら ISFP だから。奥手なので。行けねー。この状況行けねー、言うて。もったいない。どうする？みんなならどうする？普通にアンケート。いやー、今じゃないなー。なんでこう今じゃないタイミングでさ、こういう話してくんだろうね。でもまあ、神様が、まあなんかテンションでたまには生きろよ、みたいなテンションで言ってる感じ的な。そういうのもありけり。でも膝毛ボーボー。これは行かない方がいいんじゃねっていう。膝出さないけど、膝毛ボーボーです。これ、膝毛占い的には行くなっていう予報ですね。角生えちゃってるからもう。このゲップ出ちゃうし。やめます。臭くて寝ます。はぁ、あ。つまんない女ですよ。まあ、もうちょいいタイミングの時に行く。うまっ。飯はどんな時も一緒にいてくれる。飯へ、ありがとう。行こうか。行こう。やったー、行こっか。どうしようかな。行っちゃおうかな。ここで行った行かない論争をしたいと思いますので、ぜひコメント欄で盛り上がってください。皆さんが本当に私を知っているのか、ここで検定をしたいと思います。さあ、何年を見てきた、マリアマレーを何年も見てきた皆さんなら分かりますよね。マリアマレーはここで行くでしょうか、行かないでしょうか。緊急アンケート、どうぞ。